どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした90センチレイアウト水槽の動画を見ていただけたでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。前回までは陰性水草の調子が良すぎて水槽内全体が圧迫されている状態を改善するべく、水草の間引きを行いすっきりさせました。そこから隔離水槽を立ち上げたりといろいろしているんですが、その後の90センチ水槽の状態にはあまり触れていません。というわけで今回は間引きを行った後の90センチ水槽の悲惨な状態について紹介していきます。ちなみに今回リセットを決意しました。それでは早速やっていきます。前回は陰性水草の間引きを終えたところまでをお送りしていました。そこから1週間後の状態がこちら。だいぶすっきりというかみすぼらしい雰囲気になっています。間引き前と比べるとこんな感じ。改めて間引き前を見るとどうなってんだよって感じですが、これだけ見てもとてつもない量の間引きを行ったことが分かっていただけるのではないでしょうか。間引き前は陰性水草に埋め尽くされすぎて、下半分が漆黒と化しており、そこが生態の隠れ家スペースになっていましたからね。この映像を見てもとてもレッドファントムルブラが大量に泳いでいることに気づける人はいないのではないでしょうか。ただこんな感じで間引き後に生態が泳ぐスペースが確保されたのはとてもいいことなんですが、レイアウト的にはよろしくないです。まあこれに関しては時間経過でどうにかしていくか、新たな水草を入れるかしない限りは難しいですね。ちなみに左側の手前に置いていたミクロソリウムナローリーフと、右側に活着させていたミクロソリウムウィンドナロー系に関しては完全になくしています。そちらの2つの種類はあまりにも背丈が長くなりすぎて、中継層として使用するのが困難だと感じたからです。そこから間引いて短い葉だけを剪定しようかとも思ったんですが、どのみちまた伸びまくって圧迫感のあるレイアウトになるのは目に見えていましたからね。他の方たちのレイアウトを見ると結構ミクロソリウムを使ってることが多いように感じるんですが、どうやって背丈の長さを調整しているのか疑問です。健康に成長してくれることは嬉しいことなんですけど、いかんせん扱いに困っちゃいます。もしかしたらできるだけこまめに長くなった葉を間引くくらいしか対応策はないのかもしれませんね。そんな間引いたことによってみすぼらしくなったこの水槽、どうしても水草がなくなったことに目が行きがちですが、他にも気になる点が露呈しています。それがこちら、前景の底床が未だに入っていないことです。これマジで一生言い続けないといけないんですが、当時は化粧砂を敷く予定だったにもかかわらず、ソイル漏れ対策がずさんすぎてダダ漏れになっており、敷くに敷けない状態になってるんです。本当はちょっと暗めの底床を使って、そこにエキノドルスを植栽したりして雑多な感じを演出したいなとか夢を膨らませていたんですが、現実は非常です。レイアウトに重きを置くあまり土留めをしっかりしていなかったことがここまでずっとあだとなっています。レイアウトコンテストとかで一度前景部分のソイルを取っ払って撮影時だけ化粧砂に敷き替えるとかはやってる人多いと思いますが、常に前景だけベアタンク状態の人はまずいないです。なんせ見た目が悪いですからね。せっかくネイチャーを目指している水槽内に突然ガラスの底が見えるのは興ざめもいいところです。そこが今までの陰性水草もっさもさ状態で隠れていただけで、未だに根本的解決には至っておりません。というか一度土留めを頑張ってやってみた結果、何も変わらなかったので完全に諦めてます。これでも化粧砂を敷こうと思うなら、こまめなソイル吸引は必須になってくるでしょう。というわけでなんだかんだ糞とかも堆積しているので吸い取っていきます。これを毎回やらないといけないのはすごく大変ですね。やってる映像を見るのは気持ちがいいものですが、こまめにする大変さの方が勝ります。ソイル吸引後の状態がこちら、ピッカピカの底床が出てきます。幸いなことに水槽用マットがグレーなのでピッカピカに光っていないのが救いですね。
これでマットまで白かったら大変なことになっていました。続いてそこから6日後の状態がこちら。意外とソイル漏れもそこまでしていませんね。ただやはり糞の堆積が気になるところではあります。そこら辺は水替えの時に毎回吸うしかない状態です。そして気になる水草の状態ですが、こんな感じになっています。以前間引いた後に適当に接着剤で流木に活着させていた南米ウィローモスですが、いい感じに展開してきてますね。ヤマトヌマエビが結構いるので新芽が食べられないか心配でしたが、割と大丈夫そう。この勢いで行ってもらえばまたモサモサになってくれると思います。こういう時にウィローモス系は心強いですよね。暴走するときは大変ですが、成長も意外と早いし、いい感じの水系にしてくれます。後継層はというとこんな感じ。グリーンロタラは新芽が出てきてまだまだ成長してくれそうな感じがしています。真ん中の赤系水草に関してはニードルリーフルドビジアが優勢になっており、他に植栽していたロタラマクランドラミニとロタラマクランドラはほぼなくなっちゃいました。最初は結構順調だったんですが、ロタラマクランドラに関してはトリミングしてから一向に調子が上がらず、いつの間にかなくなってましたね。マクランドラは難しいという方が多かったので疑問に思っていましたが、綺麗に維持するにはそれなりに手間が必要そうです。その右隣のミリオフィラムマトグロッセンスは持ち前のスピードで新芽を展開してきております。ただ栄養分が足りないのか若干葉の色が薄いですね。ここら辺は追肥しないと難しいところではあると思うんですが、追肥したら下で暴走しそうで怖い。やはり後継草は成長速度の違う水草同士を植えるのはスキルが必要ですね。ちなみに結構順調に成長しているように見えますが、正面から見ると下葉がスカスカで見た目がとても悪いです。これはもう仕方ないことですが、中堅に植栽していた陰性水草がなくなった今、余計目立つ形になっています。続いてそこから飛んで1ヶ月後の状態がこちら。だいぶウィローモスが茂ってきましたね。そしてイーストカリマンタンも綺麗に成長しています。ただここに来て苔が若干生えてきているのが気になるところ。まあ撮影時に壁面の掃除をし忘れているというのもあるんですが、水草を間引いてからなんかバランスが整わないんですよね。後継草はだいぶ伸びてきましたが、色が悪かったマトグロッセンセが余計に調子を落としています。その反面グリーンロタラはいい感じ。続いて1週間後の状態がこちら。こうやって全体像を見ると間引き直後よりもまともに見えますね。やはりウィローモスが茂り出したのが大きいと思います。さらに1週間後の状態がこちら。なんというか徐々に小汚くなってきました。ウィローモスが成長してるのはいいことなんですが、根元付近が茶苔に覆われ出していて色味がくすんでいます。これはヤマトヌマエビに取ってもらうしか改善方法はありません。後継層に関してはなんというか度重なるトリミングによってだいぶスカスカです。本当ならこんもり茂みを期待してたので、こんなあちらこちらにロタラが伸びている姿は雑然とした雰囲気を感じます。続いてそこから1ヶ月半後の状態がこちら。いい感じに荒廃してきています。先ほどお話ししたウィローモスの茶苔に加えて青みどろもしっかり発生しており、ネイチャー感にあふれています。なんでこんな風になってるのかというと、スネール駆除を再開したからです。前回の動画でもお話しした通り、この水槽は何度もキプラミン投与をしているにもかかわらずスネールを根絶できていません。これに関しては水量の問題なのかどうかは分かりませんが、少なくとも投与後しばらくは顔を見せないんですが、そこからしばらくするとスネールが再発するといった感じです。なので繰り返しの投与が必要になってくるんですが、そのせいでヤマトヌマエビなどの苔取り生態が入れられないんですよね。そのため苔を取る生態がいなくなってこのありさまになっているという感じ。
おまけにキプラミンを徐々に増量しているため、水草にも影響が出ています。特に顕著なのは後継のニードルリーフルドビジアで、トリミングしたタイミングで調子を崩し、ご覧のように焼け野原状態になってしまいました。どうしてもスネール駆除するためにはキプラミンの投与量を増やさないといけなかったため、このように水草にもダメージが蓄積されていたんでしょうね。最後にそんな状態から2ヶ月後の状態をお見せします。結局こうなりました。前回ほどではないにしろ、やはり水草もっさもさになって大変なことになっています。そしてこのもさもさ陰性水草のおかげで見えていませんが、後ろの後継層は壊滅的です。ご覧の通り苔にまみれてとても見せられる状態ではありません。そんな状態でも一応管理は続けていたんですが、とある理由が重なり、この度リセットすることを決意しました。その理由やリセット映像に関しては尺の都合上この動画で語るのは難しいので、次回の動画で詳しくお話ししていきます。なかなか悲しい出来事続きだったので、モチベ的にも限界が来てしまった感じです。そんな感じでリセット理由が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。